ロードアイランド州は、アメリカ合衆国東北部、ニューイングランド地方にある州である。州とおよび、人口最大都市は、州北部、ナラガンセット湾の湾王に位置する、港湾都市、学術都市プロビデンスである。州全土が、プロビデンス大都市圏に含まれている。独立時の13州の一つである。全米五十州の中で、面積最小の州であり、日本における、滋賀県と、 同程度の面積である。リートル・ローディという愛称を持つ。より一般的な愛称は、地形的な理由、すなわち、州内の陸地の奥深くまで、ナラガンセット案が入り込んでいることから、観光用パンフレットでよく使われる、ザ・オーシャン・ステートであり、これは自動車のナンバープレートにも記されている。人口は50州の中で第43位だが、人口密度はニュージャージー州に次いで、 第二位である。西はコネチカット州に北と東はマサチューセッツ州に接しており南西のニューヨーク州ロングアイランドとは海上の宗教がある。マサチューセッツ州とともに繁殖力の強い鳥の原産地でもある。ロードアイランド州の公式名称は全米で最も長いステート・オブ・ロード・アイランドプロビデンス・プランテシャンズであったが二0二0年に ステート・オブ・ロード・アイランドに変更された。日本語分けすると、ロード・アイランド及びプロビデンス・プランテーション州であった。プランテーションを植民地や農園などと訳す人はいるが、ロード・アイランドの方をロード島と訳す人は見かけない。ロード島はナラガンセット湾の島で、現在はニューポート郡に属する。プロビデンス・プランテーションは、ロード・アイランド州の起源となった。 植民地集落の名で、ここを中心に、ロードアイランドなどの周辺地域に農地を広げていった。襲名にアイランドがついているが、その大半はアメリカ合衆国本土にある。この襲名は2つの開拓地の統合の結果で生じた。ロードアイランド植民地は、ナラガンセット湾に浮かぶいくつかの島の中では、最大のアクイドネック島と呼ばれる場所で、 現在のニューポート市近くに設立された。プロビデンスプランテーションは、現在プロビデンス市がある地域に、ロジャー・ウィリアムズが設立した植民地の名前である。アクイドネック島が、どのようにしてロード島と呼ばれるようになったかは不明だが、2つの学説がある。ベラッツァーの記念碑、プロビデンス市、アクイドネック島について、ロード島という名前を使った初期の文書は、 1637年のロジャー・ウィリアムズによるものである。その名前は1644年に公式に適用された。アクスネックは今後、アイル・オブ・ロードスあるいはロード・アイランドと呼ぶことにする。アイル・オブ・ロードスは1646年にはすでに法的文書で使われていた。オランダの地図では1659年のもので、この島をレッド・アイランドと表示していた。 ロジャー・ウィリアムズは、マサチューセッツ湾植民地を追い出された神学者だった。信仰と政治の寛容さを求め、他の者たちと共に自由な領主植民地として、プロビデンス・プランテーションを設立した。プロビデンスは、神の設立を表し、プランテーションは、英語で、植民地を表す言葉だった。二千九年六月十五日、ロードアイランド州議会はその長い名称を続けるか。 あるいは、奴隷制度に関わるという誤解を生みやすい、及びプロビデンスプランテーションを切り捨てるかを住民が選ぶことを認めた。2010年11月2日の選挙と同時に行われた住民投票の結果、78%対22%という圧倒的な差で現行名の存続が決まった。2020年に起こったジョージ・フロイド抗議運動の中で、 襲名問題が再燃し、州上院は6月18日に、及びプロビデンスプランテーションの削除を満場一致で可決した。これを受け6月22日に、州知事、ジーナ・レーモンドは、州の公的文書から削除することを決定した。襲名変更案は、7月16日に、州議会両院を通過し、11月3日に、大統領選挙と同時に行われた。 住民投票において52.8%対47.2%で承認された。ロジャー・ウィリアムズが1638年に設立した新ン団が1776年にプロビデンスの歴史的な教会を建設したロジャー・ウィリアムズとなぜか平原インディアンの格好をしているナラガンセット族1636年1月イギリス国教会及びアメリカインディアンの土地の 強奪に対する強烈な批判を行ったため、マサチューセッツ湾植民地を追放された、ロジャー・ウィリアムズと4人の信奉者が、ナラガンセット湾の北部沿岸の土地を、ナラガンセット族とピクオート族インディアンから購入して、集落を作った。この両部族は、マサソイトが率いるワンパノア部族に従属していた。ウィリアムズは、ここを、バプテスト開拓者のための宗教的自由の地と、 宣言し、逆境にある私に、神の慈悲深い説理を感じさせると言って、プロビデンスと名付けた。ロジャー・ウィリアムズが去ったマサチューセッツ湾植民地では、今度は、アン・ハッチンソンという女性が、反立法主義の立場から聖職者たちの地位を否定する、信仰を解き、多くの民衆の心を掴んだため、聖職者や死生者から危険視され、ついには1638年3月に、 追放された。彼女は夫と数人の同調者と共にプロビデンスへ向かったが、彼女の信仰は受け入れられず、アクイドネック島へ渡り、地元のインディアンから土地を購入した。この開拓地はポーツマスと名付けられ、ポーツマス名約によって収められた。島の南部は、設立者の間に不和が生じた後で、ニューポートという別の開拓地になった。 その後、プロビデンスのロジャー・ウィリアムズらは、バプテストだけに限らず、広く信教の自由を認めるようになり、クエーカー教徒、ユダヤ人、カトリック教徒などを受け入れ、完全な信教の自由を保障する唯一の植民地として発展した。1642年、サミュエル・ゴートンが、シャホメットでインディアンの土地を購入し、マサチューセッツ湾植民地との軍事的な紛争を引き起こした。 1644年、プロビデンス、ポーツマス、ニューポートの開拓地は、ロードアイランド及びプロビデンスプランテーション植民地という名称で統合され、選別された委員とプレジデントによって統治された。ゴートンは1648年に、その開拓地に対する直挙を取得し、その守護者にちなんで、ボリックと名付けた。1663年7月8日、 イギリス国王チャールズ2世は、ジョン・クラークに対して、4つの植民地を統合した、ロードアイランド及びプロビデンス植民地の直居場を与えた。フィリップ王戦争の時、ジョサイア・ウィンスローが率いたマサチューセッツ、コネチカとプリマスの民兵隊が、1675年12月19日、現在のキングスタウンにあった、グレートスワンプの要塞化された。 奈良ガンセットインディアン集落を襲い、破壊した。インディアンはこれを虐殺だと言っている。植民地人がフィリップ王と呼んだ戦争指導者メタコメット指揮下のワンパノアフ族がプロビデンスを含め地域の町のいくつかに侵略し開いた。プロビデンスは2度攻撃された。この戦争の終盤でベンジャミン・チャーチが現在のブリストルでフィリップ王を殺した。 フィリップ王の首はプリモスプランテーション入り口に建てられた柱にかけられ、長年インディアンに対する警告とされた。この植民地は1686年にニューイングランド自治領に統合された。イングランド王ジェームズ2世がイギリス領北アメリカの自治植民地に王室の権限を強制しようとしたからだった。1688年の名誉革命の後、 王室直居のもとに再度独立性を得た。この頃に奴隷が導入されたが、奴隷所有を合法化する法の記録はなかった。植民地では、ラム市を上流して、アフリカで売り、カリブ海の奴隷や砂糖を輸入する、いわゆる三角貿易で利益を出して繁栄した。フィリップ王の玉座、ブリストルのマウントホープにあるインデアインの、周回所ロードアイランドの独立と反対意見を表明する伝統は、 アメリカ独立戦争時に重要な役割を担った。1772年6月10日午前2時頃、プロビデンス住民の一体が、ナラガンセット湾で不人気な貿易規制を強制するために寄港していたスクーナー HMS、キャスピーを襲って燃やし、沈没させた。1776年5月4日、イギリス王室に対する忠誠を破棄したことでは、13、植民地で、 最初の植民地になった。これは13州が独立宣言を発するちょうど2ヶ月前のことだった。独立戦争の間、イギリス軍はニューポートを占領した。フランスとアメリカの連合軍がアクイドネック島からイギリス軍を追い出そうとした。ポーツマスでは最初のアフリカ系アメリカ人の部隊である第一ロードアイランド連隊が編成され、 1778年8月29日のロードアイランドの戦いでアメリカのために戦った。フランス艦隊が到着したことでイギリス軍はフランスに捕獲されるよりもその船舶を沈船させる道を選んだ。1781年のバージニアでヨークタウン包囲戦やチェサピー・ク湾の海戦でイギリス軍を破り戦争を終わらせることになったのはニューポートが始まりだった。 アメリカ軍を率いたジョージ・ワシントン将軍とフランス王イ16世が派遣したフランス軍を率いたロシャンボ白爵の連合軍はここを出発点にした。2009年、このことが公式にアメリカ合衆国国立公園局に認定された。中央集権下に反対するロードアイランドは1787年の合衆国憲法制定会議をボイコットした。 合衆国成立後も憲法の批准をためらっていたが、連邦からは外国と宣告され、他州との交易品に関税が課せられることの危機感から1790年5月29日に批准した。権利焦点が憲法の一部になることが確定したからでもあった。ロードアイランドで始まったワシントンとロシャンボーの革命の道を示す。 国立公園局の地図独立戦争とその後の時代もロードアイランドは奴隷貿易に深く関わった。1774年、ロードアイランドの奴隷の人口比率は6.3%であり、ニューイングランドのどの植民地と比較しても2倍に近かった。独立後はアフリカ人奴隷の貿易で60%ないし90%を支配した。 19世紀半ばのプロビデンスロードアイランドは奴隷貿易に加えて産業革命にも深く関わった。1787年、トマス・サマーズがイングランドから輸入した繊維機械を模造したのがアメリカでの産業革命の始まりだった。サマーズはビバリーコットンマニファクトリー立ち上げに貢献し、プロビデンスのモーゼス・ブラウンがこれに関わった。ブラウンはサミュエル・スレーターと組んで、 アメリカでは2番目の水力稼働面子工場を作った。産業革命で大量の労働者が都市に流入し土地を持たない、それゆえに投票権のない階級が成長した。1829年時点、州内の60%の白人男性は投票権を持たなかった。この問題を解決するためにいくつかの試みが失敗した後、1843年に 新憲法が成立し、1ドルの人頭税を払えば、土地を持たない白人男性も投票できるようになった。ニューポート郊外に放棄された工場、1968年19世紀初期、ロードアイランドでは、結核が流行し、吸血鬼に対するヒステリー状態になった。南北戦争の時、各州に対するエイブラハムリンカーンの呼びかけに応えて、最初に軍隊を派遣したのが、 ロードアイランド州だった。州内から25,236人が出生し、そのうち1,685人が死んだ。15にあって他の北部州と同様に工業生産能力を使い、軍需物資を供給した。海軍兵学校は戦争中にロードアイランドに移転していた。1866年、全州の公立学校で人種差別を廃止した。 第一次世界大戦では、州内から28,817人の兵士が出生し、そのうち612人が死んだ。戦後は、スペイン風邪で大打撃を受けた。1920年代と1930年代、州内の田園部で、クークラックスクランが没興したが、これは、州内に大きな移民の波が殺到したからだった。シチュエートにある、 ウォッチマン工業学校を焼いたのはクランの仕業だと考えられている。これはアフリカ系アメリカ人の子供のための学校だった。世界恐慌の後、州内の政治は民主党が支配した。低収入家庭の子供には包括的健康保険制度があり、大型の社会的セーフティネットもある。都市部では子供の貧困率が高い。ボストンからの住民の移転のために、 住宅費が上がり、ロードアイランドではホームレスが増えた。2009年のプロビデンス1986年8月31日、ロードアイランド設立350周年が、クオンセット州立空港の滑走路で開催された、フリーコンサートで祝われた。演奏者には、チャックベリー、トミー・ジェームズ、および花形のボブ・ホープが含まれていた。2003年、 ウェストウォリックのナイトクラブで火事があり、100人が死亡し、その2倍近い人が負傷した。この火事は刑事事件になった。2010年3月、大雨のために、州内各地が記録的な洪水に見舞われた。3月半ば、最初の雨期では場所を限定した洪水があり、その2週間後、プロビデンス南の町など広い範囲が洪水になった。 3月29日から30日に降った雨は多くの場所で14インチを超え、特に集中王を流れるポータクセット側から浸水した。ポータクセット側の場合は、洪水線より11フィート上にまで達し、下水処理場が水に浸かり、週間高速道路95号線は5マイルにわたって閉鎖された。さらにオーリック、ウェストウォリック、クランストン、ウェスタリーのショッピングセンター、 多くの企業、多くの家屋が浸水した。ニューヨーク、ボストン間のアムトラック列車も運休になった。この洪水の後、州内は2日間非常事態だった。アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁が洪水の犠牲者を救援するために呼び出された。州都はプロビデンスである。ロードアイランド州の現在の知事は、リンカーン・チェイフィーであり。 アメリカ合衆国上院議員は、ジャック・リード及びシェルドン・ホワイトハウスである。ロードアイランド州選出の二人のアメリカ合衆国下院議員は、デビット・シシリーに並びにジム・ランジェビンである。州知事関係を持たない数少ない州の一つである。ロードアイランド州会議自動衆議会は、定数75人の会員と38人の上院の両院制である。2013年時点で、 両院とも民主党が多数派である。ロードアイランド州の現人口からは、アメリカ合衆国会議員も、大統領選挙人数も、簡単には増えそうにないので、人口の割には代表数が多いことになる。一人当たり選挙人数では50州の中で第8位、会議員数では第2位になっている。また面積が狭いので、 単位面積あたりの代表数はいずれも第一位である。大統領選挙では伝統的に民主党を支持してきており、民主党候補の支持率は最大級になっている。1908年の大統領選挙までは共和党を支持していたが、それ以降24回の大統領選挙で民主党候補が敗れたのは7度のみである。過去16回を見ても共和党が ロードアイランド州を制したのは1952年、1956年、1972年、1984年の4回のみである。1980年の場合はレーガンが取れなかった6州の一つだった。1984年にレーガンは49州を制したが、ロードアイランドでの支持率は2番目に低かった。レーガン以降の共和党候補は、 州内のどの軍一つも取れていない。1988年のジョージ HW ブッシュも全軍が取れなかった唯一の州になった。1988年と2000年は民主党の最大支持率であり、1968年、1996年、2004年は第2位の支持率だった。過去に民主党が得た。 最大支持率は1964年のリンドン B ・ジョンソンであり80%を超えた。2004年にはジョン・ケリーに20%以上の差を与え39市長のうち36が支持した。2008年ではバラク・オバマに29%の差を与えた39市長のうちシチュエートのみが取れなかった。2008年の選挙では 投票率が83%となり、全米最大級だった。現在、ロードアイランド州においては、死刑制度は廃止されている。最初に廃止したのが、ミシガン州であり、ロードアイランド州は2番目になった。売春を違法としたのは2番目に遅かった。2009年11月まで、屋内であれば、売春を合法にしていた。同年の調査では、 安全な州のリストで第9位になっていた。2011年、大麻の医療利用を認めた3番目の州になった。さらに7月2日にはシビルユニオンを認めた。同性結婚あるいはシビルユニオンのどちらかを認めた州としては8番目になった。2013年5月2日には同性結婚が合法となり、8月1日から有効となった。ロードアイランド州は、 国内でも税率が高い州であり、特に資産税は第7位、不動産税は第6位である。ロードアイランド州地形図ロードアイランド州は、総面積で1214平方マイルであり、マサチューセッツ州と北及び東に接し、コネチカット州と西を接し、南はロードアイランド湾及び大西洋に接している。ブロック島とロングアイランドの間は、 ニューヨーク州との狭い水上境界になっている。南から北へ、州内に大きく食い込んだ、ナラガンセット湾がこの州の地形の主要な特徴である。ビーチが有名なブロック島は、本土の南部海岸からおおよそ12マイル離れた、ロードアイランド湾を挟んだところにあり外海に面している。海洋の州と、あだなされるように多くのオーシャンフロントビーチがある。 山らしい山はなくほとんど平坦であり、州内自然の最高地点は、ジェリモス山の標高812フィート、平均標高は200フィートである。奈良岩セット湾内部に多くの市町村がある30以上の島が点在する。最大の島は、ニューポート、ミドルタウン、及びポーツマスの自治体によって共有されたアクイドネック島である。この湾内の主な大きな島は、 アクイドネック島とコナニカット島、プルーデンス島の3つであり、他にホープ島、およびディスペア島などがある。ニューイングランドのアパラチア地域に位置し、東部はナラガンセット湾沿いの低地、西部はニューイングランドアップランドの一部となっている。森林は北東部海岸森林生態系に属している。州内、特にカンバーランドの町では、カンバーランダイトと呼ばれる。 稀な岩石が見られる。昔は、鉱物資源が2カ所あったが、鉄鉱石だったので、1カ所は、その鉄分岩有量ゆえに、大々的に掘り尽くされた。イアペタス海の閉鎖以前に小大陸アバロニアの一部だった、アバロンテレインという地殻の上にある。ロードアイランド州は湿潤大陸性気候の一例で、あり、暖かく雨の多い夏と、冷涼な冬がある。 過去最高気温は1975年4月2日に、プロビデンスで記録された下度、過詞104度過去最低気温は1996年2月5日に、グリーンで記録された過詞23度である。月間平均気温は過詞83度から過詞20度までで、ある。州内各軍の一途州内には5つの軍がある。ブリストル軍、1747年設置。 植民地間の境界論争の結果、マサチューセッツ植民地のブリストル軍の一部を取得。中心地はブリストル。ケント軍、1750年設置。プロビデンスプランテーション軍から分割。中心地はイーストグリニッチ。ニューポート軍、1703年設置。1729年にロードアイランド軍から解消。中心地は ニューポート、プロビデンス軍、1703年設置。1729年に、プロビデンスプランテーション軍から解消。中心地は、プロビデンス。ワシントン軍、1729年設置。プロビデンスプランテーション軍から分割。1781年、キングス軍から解消。中心地は、ウェスト・キングストン。ワシントン軍は、一般には、 サウス軍と呼ばれることが多い。ニューポートの歴史的な街並みロードアイランド州は5つの軍に小区分されているが、コネチカット州やニューイングランドの一部と同様、軍政府はない。州全体を自治体に区分し、地方政府レベルの事項を取り扱わせている。ロードアイランド州には39の都市及び町が設置されている。人口集中部は歴史的な要因からブラックストーン川 シーコンク川、プロビデンス川周辺である。プロビデンス市が大都市圏の中心になっている。自治体の中で人口順に並べた15ケツは以下の通りである。うちが2010年の人口である。プロビデンス市をオリック市クランストン市、ポータケット市イーストプロビデンス市、ウーンソケット市コベントリー町カンバーランド町、ノースプロビデンス町サウスキングスタウン町。 ウェストオーリック町、ジョンストン町、ノースキングスタウン町、ニューポート市ブリストル町、ニューイングランドの立地域と同様に、ロードアイランド州の都市や町はさらに村に小区分されている。よく知られた村としては、サウスキングスタウン町の中のキングストンがあり、ロードアイランド大学がある。またノースキングスタウン町の中のウィックフォードは、毎年芸術祭が開催されている。 サウスキングスタウン町の役場はウェイクフィールド村の中にある。ロードアイランド州の2000年の収層生産はアメリカ合衆国内で45番目に位置する330億ドルであった。この2000年の一人当たりの収入はアメリカ合衆国内で16番目の29,685米ドルであった。一人当たりエネルギーの消費量では国内最低水準にある。さらに、 エネルギー効率では第5位にランクされた。2012年12月時点の失業率は10.2%と高かった。ロードアイランド州の経済は植民地時代の漁業から始まった。ブラックストーン川バレーはアメリカの産業革命に大きく貢献した。サミュエル・スレーターが1793年にブラックストーン川の水力を使って面子製造機を動かし、 スレーターミルを作ったのがポータケット市である。ロードアイランド州はしばらくの間繊維産業の主生産地だった。しかし世界恐慌の時に多くの繊維工場が南部に移っていった。現在でも繊維産業は残っているが、かつての活力はない。過去に生産した重要なものとしては工具、装飾用宝石、銀器があった。 ロードアイランドの工業史の副産物として多くの放棄された工場があり、それらは現在集合住宅、博物館、事務所、低収入者と高齢者の住宅に使われている。今日の経済はサービス業、特に医療と教育に基づいており、いくらかは製造業も残っている。アメリカ合衆国の銀行では、第14位のシティズンズファイナンシャルグループの本社がプロビデンス市にある。 フォーチュン500に入る会社としては、ウーンソケットにある CVS ヘルスとプロビデンス市にあるテキストロンがある。フォーチュン1000に広げれば FM グローバル、g t e c コーポレーション、ハズブロ、アメリカンパワーコンバージョン、ノーテック、アミカ総合保険がある。筆記具のクロスもプロビデンス市に本社を置いている。医療がロードアイランド州最大の産業である。 観光業が第2位であり、3万9000人を雇用し、関連産業を合わせると2000年の売上だがは32億6千万米ドルになった。第3位は製造業である。工業製品としては装飾用宝石、金属製品、電気機器、機械類、大小の船舶がある。農産物としては苗木、野菜、酪農製品及び卵がある。 ケーとして知られるロードアイランドレッドは船乗りが持ち帰ったアジア系の鶏などを荒廃して品種としたものである。ロードアイランド州の税率は近隣州と比べてかなり高い。これは所得税、A、が給与支払い者の連邦所得税支払額の25%に基づいているからである。元州知事のドナルド・カルシエリは 高い税率が企業成長を抑制する効果があると主張し、企業環境の競争性を高めるために税率の削減を要求した。2010年、ロードアイランド州議会は新しい州所得税体系法を承認し、同年6月9日のカルシエリ知事の署名により法制化された。この所得税見直しにより最大税率を5.99%とし、 累進税率の段階を3段階に減らすことで、ニューイングランド多州との競争力をつけた。所得税が最初に法制化されたのは1971年だった。2011年3月時点で、州内の大規模雇用主は、下記の通りである。ただし、自治体の従業員は除いてある。人口密度分布図2012年7月1日時点の推計による、 ロードアイランド州の人口は105万292人となっていた。前年からは9638人0.2%の増加であり2010年国勢調査での105万2567人からは2275人0.2%減少していた。人口は50州の中で第43位だが人口密度はニュージャージー州に次いで第2位である。 ロードアイランド州の人口重心は、クランストン市がある、プロビデンス郡となっている。人口が多い地域は、プロビデンス地域から北西にブラックストーン川沿いに、ウーンソケットに至る地域であり、19世紀に工業が発展した地域である。州人口のうち 58.、58.7%は、州内の生まれ 26.、26.6%は、他州の生まれ、2.0%は、 フエルトリコ、アメリカ合衆国当諸部、あるいは、アメリカ人両親のもとに、海外での生まれ、12.6%は、海外での生まれだったロードアイランド州の人口の6.1%は5歳未満、18歳未満が23.6%、14.5%は65歳以上である。女性は、人口のお,およそ52%である。2010年国勢調査によれば、 ロードアイランド州の人種による人口構成は次のようになっている。2000年時点でロードアイランド州で申告された祖先による構成比は以下の通りだった。ザテンラージストアンセストリグループスイン、ロードアイランドあれ人口の12.4%いるとされるヒスパニック系は主にドミニカ共和国、プエルトリコとグアテマラの出身者である。2000年国勢調査によれば 5歳以上のロードアイランド州民の84%は家庭で英語を話し、8.07%はスペイン語、ポルトガル語3.80%、フランス語1.96%、イタリア語は1.39%、その他の言語0.78%となっていた。人種構成で一番多いヒスパニック白人の構成比は、 1970年の96.1%から2011年の76.5%に落ちてきた。2011年時点で1歳未満の子供の40.3%は少数民族の生まれである。ロードアイランド州はイタリア系アメリカ人の比率が高い。他の州よりもポルトガル系アメリカ人の比率が高くなっている。さらにリベリア出身者も1万5000人以上が住んでいる。 フランス系カナダ人は、プロビデンス軍北部に多い。アイルランド系はニューポート及び、ケント軍に多い。イギリス系は、州内全体、特に、ワシントン軍に多く、スワンプヤンキーと呼ばれることも多い。アフリカ系では、カーボベルデ、リベリアの他に、ナイジェリア、ガーナの出身者が増えている。グレース協会、プロビデンス市、ツーロシナゴーグ2001年時点で、 ロードアイランド州民の宗教宗派別構成比は次のようになっている。ロードアイランド州はイタリア系、フランス系カナダ人、アイルランド系、ポルトガル系、プエルトリコ系、およびカーボベルデ系の構成比が高いことにより、50州の中でもカトリック系の比率が高い。カトリックという単一の宗派が人口の過半数を占めているのは、 ロードアイランド州という他州のみである。ユダヤ教の社会は、プロビデンス地域を中心とし、1880年から1920年にあった移民の波で大きくなった。国内最古の現存するシナゴーグ、ニューポート市の通路シナゴーグの存在は、植民地時代にポルトガル系ユダヤ人の小さな移民の波があったことを示している。同州近辺の かつてのインディアン部族の勢力図ならガンセット族、東にアンティック族、ニップマク族、ピクオート族、ワンパノアグ族、ワッピンガー族などのインディアン部族がウィグワムの集落を形成し、農耕最終生活を営んできた。この地方のインディアンは、17から18世紀に、イギリスとフランス、アメリカ植民政府の間での戦争に翻弄され、大幅に数を減らした。また、 逃げ出した黒人奴隷を受け入れて保護し、白人に加え彼らとの混血も増えた。1880年、ロードアイランド州政府は、大勢のナラガンセット族が黒人と混血したので、もう黒人になったことにするとし、ナラガンセット族を絶滅させると決議した。部族は議会に不服申し立てをし、我々は黒人ではない。 我々は、ナラガンセットの偉大な宗長と戦士の子孫だ。お前たちの先祖が黒人をアフリカから盗んできて、我々の間に彼らを連れてきて奴隷にしたとき、我々が彼らと友好を結び、根結を許したからといって、我々は黒人と呼ばれなくてはならないのかと抗議し、インディアンの地が一滴でも、我々の血管に流れている間は、我々は、 お前たちの先祖が保障した不可侵の条約のもとに主権を持ち続けるつもりだと主張した。しかし州は部族の公認を打ち切り、これを絶滅部族とした。1975年1月、ナラガンセット族は1880年に州政府が不法占領した南ロードアイランドの土地3200エーカーの返還を求め、連邦法廷に提訴。 アメリカ連邦最高裁判所は324人の部族員を地主と認めた。1983年には晴れて内務省から再公認を受けて復活し、チャールズタウン207平方キロメートルのナラガンセットインディアン保留地を得た。2003年7月14日、ロードアイランド州警察はナラガンセット族の保留地を吸収し、修正を収めずにタバコを販売したとして、 部族のタバコ店を閉鎖させ、7人のナラガンセット族を逮捕した。インディアン部族は、アメリカ連邦政府との連邦協定で、堀内内での証行為は非課税であると保証されており、州政府と州警察のこの行動は、連邦法違反の疑いが強い。しかし連邦上訴裁判所は、この処置は、州の権利の範囲内であると主張している。 2008年1月29日、州検察官は逮捕された7人のインディアンに対する電子メールの閲覧を許可した。彼らの弁護団はこのメールに無罪につながる情報が含まれていると主張していた。何通かのメールは当局によって削除された模様である。ナラガンセット族はインディアン部族として再認定され、インディアン部族として復活することができたが、 同州の他の多数のインディアン部族は未だに連邦認定を打ち切られたままである。インディアン部族であると内務省ビアに承認させるには、部族員の決闘証明書をはじめ、何千という書類と何十年という法定係争が必要となる。1934年のインディアン再編成法で公認から漏れた部族は70年以上にわたって放置されており、 その間に根結も進んだため再認定要求を難しくしている。連邦の公認がなければ内務省が保留した土地を領有できない。保留地がなければ部族の学校や医療設備、連邦による福利構成などのインディアンとしての権利を受けられない。これはインディアン再編成法による規定である。この地に占領したインディアン部族は19世紀に他州へ 強制移住させられ、現在、アメリカ連邦政府から承認され、保留地を所有している部族は、ナラガンセット族のみ。絶滅部族とされ、ロードアイランド州に存在していないことになっている。多数の部族は、相互組織、ロードアイランドインディアン会議を結成している。現在、ナラガンセット族が、ウェストウォリックにインディアンカジノの建設を計画中で、あるが、 ロードアイランド州政府はこれに否定的である。ナラガンセット族にとって部族カジノは経済的自立のための悲願である。ウィリアム・マーフィー州議会議長は部族カジノ解説を支持しており、成り行きが注目されている。ナラガンセット族は1970年代に州政府と連邦政府への公式認定要求を強め、1983年に連邦認定を受けて、 インディアン部族として復活し、同州で唯一アメリカ連邦政府からインディアン部族であると認定された。彼らは1988年に連邦政府から1800エーカーの保留地を獲得し、続く1991年に老齢の部族員のための住宅団地を建てるため、保留地とは別にロードアイランド州チャールズタウンの土地31エーカーを購入した。 1998年にアメリカ連邦内務省は部族の要求に従い、この土地を連邦信託地とした。しかし、ロードアイランド州がこれを認めなかったため、土地の連邦信託を求める、部族、連邦とこれを認めない、ロードアイランド州政府との争いは、米国最高裁にまで持ち込まれ、ロードアイランド州知事のドナルド・エル・カーシェリと内務省、長官権、サラザールの名から、 カーシエリ対サラザール法廷戦と呼ばれる法廷闘争となった。ナラガンセット族と白人入植者との関係悪化は1675年と翌年にフィリップ王戦争で激化し数千人が虐殺されて壊滅した部族は1709年にロードアイランド入植政府の正式な保護下に置かれた。1880年にロードアイランド州は 部族員を白人住民に同化させるため、部族権限の放棄を迫り、ナラガンセット族の保留地を2エーカーだけ認め、残りの土地すべてを5000ドルで州政府に売り、部族を解消することに同意させた。こうして、ナラガンセット族は絶滅した。部族はその後すぐに、この決定に不服申し立てを始め、土地と部族の権利の回復要求運動に乗り出した。20世紀初期に、 貧困にあえぐナラガンセット族は、アメリカ連邦政府に対して経済面その他の援助を求めたが、連邦政府は1927年から1937年までの10年に、渡ってのこの部族の要請を断った。裁判で、ロードアイランド州は、ナラガンセット族が連邦から再認定されて、復活したのは1983年のことであり、 1934年に連邦政府がインディアンに土地を与える目的でインディアン再編成法を制定した際には彼らがナラガンセット族をインディアン部族として認めず上記のように無視していたことを指摘むしろナラガンセットの権限の裁量権は州にあると主張この係争の中で1934年制定のインディアン再編成法の条項にある この方で用いられるインディアンであるという文言は1934年6月1日現在連邦の管轄権の下にあるどのインディアンもどのインディアンの保留地内に住む部族員の子孫も全て含んで根結のものも含み組織化されたバンド集落をも言及するものであるという文言の中の現在がいつを指すのかが問題となったこの法律のインディアンを インディアンであると認定する、現在という言葉が1934年6月1日のことを指すならば、50年後の1983年に連邦認定を受けたナラガンセット族は、連邦の言う、インディアンに含むのか含まないのかという論争に発展したのである。これに対し、米国連邦地方裁判所は連邦の処置を全任し、 上記の文言が1934年にインディアン部族員をインディアンという存在に含めるための定義ではあるが、その日付に連邦認定されたかどうかまでを部族に要求するものではないと断定。ロードアイランド州が法に対し不必要に協議の解釈を取ったと批判した。米国高訴裁判所も地方裁判所の決定に対し全員賛成した。 一方、ロードアイランド州は、州政府とインディアン部族間の潜在的に無制限に存在する土地領有に関する民事、刑事上の管轄配分は、これで不安定な状態になったとコメントした。2009年2月24日、米国最高裁判所は、この裁定を逆転させた。クラレンス・トーマス最高裁判所判事は、6対3の多数の意見で、インディアン再編成法にある、 現在、連邦政府の管轄下にあるという文言は、法令の制定時点で、連邦レベルでの司法管轄権でいた部族を意味すると主張し、その結果、この文言は、初期間の権限を、インディアン再編成法が1934年6月に制定された時に、連邦レベルでの司法管轄権下にあった、部族員に土地を領有する目的のための土地信託に限定すると述べた。 2009年4月1日、ワシントン DC のインディアン問題監督長である連邦政府天然資源委員会は、このカーシエリ対サラザール法廷戦に関する、米国最高裁判所による2月24日の判決について、聴聞会を開いた。最高裁判所の判定において、ナラガンセット族を支持して、要約を書いたミシガン法科大学のコレットローテル。 教授は、最高裁判所のこの解釈は、インディアン部族を、持てる者と持たざる者の二のつに分けたとコメントした。元、インディアン管理局員のマイケル・アンダーソンは、インディアン再編成法は、もともとインディアン部族が、部族会議や住宅、学校や医療センターを建設するためのものだとし、カーシエリ知事の意向は、土地領有権のないインディアン部族の発展を、じわじわと蝕み、 彼らを脅迫するものだと述べている。ナラガンセット族とロードアイランド州政府との一連の係争と最高裁判所の判定は、ナラガンセット族のインディアン火事の構想を制限するどころか、全米のインディアン部族の今後の行方を決定しかねないものであり、アメリカという国がインディアンという民族をどうするつもりなのかという国家的問題をもはらんでいる。現在、絶滅したとして、 アメリカ合衆国で存在しないことになっている多数のインディアン部族がいつまでも部族の土地を取り戻せず国家から無視され続けるのかもしれないのである。2009年11月5日連邦政府天然資源委員会は会員の下再び公聴会を開きビアを追求した。ビア副長官ドナルド・レーバーデュアはビアを代表してオバマ政権が検討している。 インディアン再編成法の改正と内務省長官のインディアン領土信託権限の強化案の二つの法案を支持すると証言した。ケネディプラザのリプタバスロードアイランド公共交通公社が州全体の都市内都市間バス輸送を行っており、プロビデンス市のケネディプラザ、ポータケット市、ニューポート市にハブがある。州内39市長のうちブロック島のニューシ所アハムを 除く38市町をカバーしている58の路線がありその中にはプロビデンス市やニューポート市の昼間トロリーバスも含まれている2000年から2008年までアメリカ合衆国運輸省からの資金でプロビデンス市とニューポート市を結ぶフェリー季節便をリプタが運行したこのフェリーは住民や観光客から好評を得たが 連邦資金の拠出が止まって継続できなかった。民間企業では、ブロック島フェリーが、ブロック島とニューポート市及び、ナラガンセット市を、通常のフェリーと高速フェリーで結んでいる。プルーデンス島フェリーは、ブリストルとプルーデンス島を結んでいる。また、コネチカット州、マサチューセッツ州、ニューヨーク州とを結ぶ民間フェリーもある。ビニヤードファストフェリーは、 クオンセットポイントからマーサズビニヤードへの季節便を運行し、プロビデンス、ボストン、ニューヨーク各市とバスと列車を使って接続している。バイキングフリートはブロック島とコネチカット州、ニューロンドン、ニューヨーク州モントークとを結ぶ季節フェリーを運行している。アンタ通勤鉄道のプロビデンス・ソーントン線は、プロビデンス市及びティーカイグリーン空港とボストン市をつないでいる。 この線は後に南のウィックフォードジャンクションまで延伸され、2012年4月23日に営業運転を始めた。ロードアイランド州はこの線をキングストンやウェスタリーまで延伸し、さらにコネチカット州のショアラインイーストまで延伸して、ティーカイグリーン空港への接続を検討している。アムトラックのアセラエクスプレスはプロビデンスで停車し、北東回廊のタトシ島を結んでいる。 アムトラックのノースイーストリージョナル号は、プロビデンス、キングストン、ウェスタリーに停車する。州内の旅客、貨物の主要空港がオーリックにある、ティーカイグリーン空港である。国際便は、ボストンのローガン国際空港を利用しているので、州内から直接国際便を発着する、可能性を検討している。週間高速道路95号線が州内を、 南西から北東に走り、東海岸の他州と接続している。週刊高速道路295号線は、プロビデンス市の西を迂回するコースをとっている。週刊高速道路195号線は、プロビデンス市とケープコートをつないでいる。アメリカ国道6号線は、コネチカット州ハートフォードから、ロードアイランド州北部を通り、週間高速道路九十五号線と、 プロビデンス市中心街をつないでいる。ロードアイランド修道数本が自動車、専用道路ネットワークに入っている。修道4号線は南北方向の幹線道であり、プロビデンス市とオリックを結び、奈良ンセット案沿いの郊外町や海浜町に通じている。修道10号線はプロビデンス市とクランストンやジョンストン市をつなぐ都市接続路である。 修道37号線は、東西方向に走り、クランストンとオーリックを抜けて、週刊高速道路95号線と、週刊高速道路295号線を接続している。修道99号線は、ウーンソケットとプロビデンス市を結んでいる。修道146号線は、ブラックストーンバレーを通り、プロビデンス市とマサチューセッツ州、ウースターや、 マサチューセッツターンパイクに接続している。修道403号線は修道4号線とクオンセットポイントを接続している。クレーボーンペルニューポート橋ナラガンセット湾ではアクイドネック島やコナニカット島と本土をつなぐ橋が数本かけられており、中でもクレーボーンペルニューポート橋やジェイムズタウンベラッツアーの橋が著名である。イーストベージ転車道がナラガンセット湾東岸を プロビデンス市からブリストルまで伸びており、ブラックストーン川バイクウェイが、プロビデンス市とウースターをつないでいる。2011年、ポータケット市とプロビデンス市を通り、イーストベイ自転車道とブラックストーン川バイクウェイをつなぎ、全長33.5マイルの自転車道を完成させた。ウィリアム C ・オニール自転車道は、サウス・キングスタウンとナラガンセットを通る6マイルの自転車道である。 ワシントン第2自転車道はクランストンからコベントリーまでの14マイル、10マイル側グリーンウェイはイーストプロビデンスとポータケットを通る2マイルの自転車道である。ブラウン大学プロビデンスは i ーリーグに含まれるブラウン大学、ロードアイランドスクールオブデザイン、プロビデンスカレッジなど多くの学校の本拠地となっている。また、州南部のキングストンに位置するロードアイランド大学、 プロビデンス市内にあるロードアイランドカレッジ等、いくつかの州立単価、総合大学がある。ありがとうございます。